まずこんにちは、今日はコメントでいただいたご質問にお答えできる内容にしたいと思っております。リーチがあってサウスポーの相手で、待ちの姿勢で前蹴りやミドルキック、そして左のストレートのカウンターを狙って距離を取ろうとする相手にどういう風に詰めればいいですかというご質問をいただきました。非常に難しいところではありますし、僕自身そんなに得意な部分ではありませんが、そういった試合展開になったことがあります。一緒に練習していた後輩の紀州のまるちゃんはサウスポーで身長180センチ、僕164センチですから身長差16センチあります。なんでそういった相手に詰める戦い方っていうのは常にしていたので、ご参考になる部分もあるかと思います。今日はそういったサウスポーでリーチがあって待ちの姿勢で距離を取ろうとする相手に対してどういう風に詰めるか、その詰めるパターン方法というのをいくつかご紹介したいと思います。僕と安本ハルト選手が試合をした時の映像を交えながら考察していきたいと思います。はい、距離を取ろうとする相手、これはもう相手がサウスポーであろうとオーソドックスであろうと、関係ない部分もあります。自分の距離を詰めていくと相手のカウンターが来るっていうのはもう確実なことで、その何のカウンターが来るかにもよりますが、何が来ても大丈夫な体勢というのを作って、ガードをしっかり固めながら前に出ていくというのが、僕のやり方です。これは選手のタイプにもよりますが、出入りが早い選手であれば素早くステップをして相手のカウンターが来るのをバックステップでかわしてからもう一度入って攻撃というのもありだと思いますが、僕はそういうタイプじゃなかったので、しっかり軸を固めて、ガードも固めて、相手のカウンターが来るかもしれない部分をじわじわ潰しながら中に詰めていく。そしてもしカウンターが来てももらっても大丈夫な体勢というのを作って、詰めていくというのが、基本的な入り方でした。まず大事になってくるのは頭にダメージをもらわないように顎はしっかり引いてガードは高めにしておきます。そして次にボディ、一度大きく深呼吸をして口から息を吐きながらお腹を固めていく。そしておへその下あたりに力を込めるようなイメージを作った状態を常にキープしたまま前にじわじわ進んでいきます。詰めていくとき、重心は常に真ん中に置いておきます。後ろに寄った状態ですとか、前に偏った状態で進んでいくと、とっさの蹴りに対して反応しにくくなるので、常に真ん中に軸を置いて、前から来た攻撃に前でブロック、横から来た攻撃に後ろでブロック、しっかりどちらでも反応できるように、どちらの足も素早く上げれるような軸で進んでいくっていうのが、基本的に大事になってくる部分です。でここからは詰める時のパターンをご紹介いたします。前に詰めていくとき、相手が、距離を取ってくるとき、前の足で前蹴り、これが最も、距離を取りやすいと思いますので、相手前蹴りを蹴ってくるパターンっていうのは結構多いです。これも、相手がサウスポーであろうがオーソドックスであろうが、相手の前の足を自分の前の足で小さくストッピングをかけながら前に出ていきます。相手からすると自分の前足の前に足が来るので足を上げづらくなります。こうしてまず前足で前蹴りが来るのを潰していきます。潰しながら前へ詰めていく。この時もガードは高くしておくのはもちろん大事です。このまま詰めていくことによってまず前蹴りを潰します。前蹴りを潰されると今度カウンターとして来るとすると、相手の体の開いている方にミドルキックを蹴ってくるっていうのはセオリーですから、左のミドルキックが来る可能性、左のストレートが来る可能性っていうのは大きく上がってきます。なので前足で前蹴りを潰しながら左のミドルキック警戒してガードを固めております。で
左のミドルキックが来た場合、自分が何をするかを何パターンか決めておく必要があります。僕の中のパターンとしては、まずは自分のダメージが低いパターンから選択していきます。左のミドルが来たのに対して、スウェーで避ける状態をのけぞりながら避けます。蹴りを避けて相手が着地したところを、蹴って詰める。まずこれが、一番自分にダメージが少なくなります。自分に攻撃が当たることがないんで、相手にだけダメージを与える、もしくは避けるだけできることになります。ただ一番反応が難しい部分であります。スウェーで避けれるタイミングが合うかどうか、それから避けてから、攻撃を返すタイミングが合うかどうかっていう部分もあるので、避けるだけになってしまった場合は、相手と自分の距離縮まることはほとんどありません。ただゼロに戻るだけにはなりますが、まず一つ避けるっていうのは、大事になってきます。ここからは、ある程度自分の、肉を切って相手の骨を立つ場合、相手のミドルキックが来るのに対して、自分はやや左前に入りながら、フックを打つ。もちろん攻撃が当たっても大丈夫なようにガードはしっかり固めておきます。もしくは左ミドルに対して、相手のボディを狙っていく。左の、ボディストレートになります。入り込みながら打ちます。ポイントとしては、前に体重をしっかりかけてやることによって、相手片足ですので、ボディに攻撃をもらうと体勢を崩して後ろに下がります。なので崩れたところを、自分も詰めて、攻撃していく。それから相手の左のミドルを腕で一度受けて流して、その足を蹴る。これは相手のリーチがある場合、自分に当たらない状態で相手のミドルキックを、払った場合、結構距離が遠いんで、自分の攻撃が間に合わないことが多いです。ですので一度ここで受けてから下ろして蹴る、距離を詰めて蹴ってやることによって、蹴った後も距離は近いので、より詰めることができます。そして次に、自分がミドルキックも得意な場合は、相手のミドルに対して入り込みながらブロックをして、その足で蹴り返す。ブロックをしてすぐに蹴り返す。この場合、相手がそれに対してどう反応するかにもよります。ミドルで蹴り返したのをスウェーして、もう一度蹴り返された場合は、リーチがある方がやっぱり有利になるんで、本当蹴るスピード、タイミングが上手な場合は、これも有効だと思います。はい、このように何パターンかご紹介させていただきましたが、基本的な部分としては、ガードをしっかり固めて、相手のカウンターに対して、自分が何かを返していく、詰めながら返していくっていうのが基本になります。で、距離をある程度詰めていくと、コーナーやリング際に、相手を追い詰めることができると思います。そうなってくると、相手はサークリング、自分の周りを回ってまた距離を取ろうとすると思います。それに対しては、サークリングする側に自分が攻撃をすることによって、このサークリングを、防ぐ、もしくはサークリングする相手にダメージを与えることはできるようになります。セオリー的に相手は背中側に回ろうとすると思いますので、背中側に回ろうとした相手に左のミドルキック、素早く対応できるような、やはり重心が真ん中にあって、すぐにスイッチができる状態を作っておく、準備をしておくというのは大事になります。反対に回ろうとした場合は、反対で蹴ってやることによって、ある程度そのサークリングしにくくすることはできます。はい、こんな感じです。で、距離をある程度詰めれた場合、相手がサウスポーですから、自分は何を狙うか、何を狙うのが一番有効かっていう部分を考えながら、攻撃する必要があります。相手がサウスポーであれば、僕の場合でしたら、インローキック、右の強い蹴りで相手の内ももを、蹴ることによって、相手の軸足をまず潰す。そして距離を詰めた場合、僕の場合でしたら、肘ありでしたので、組んで肘を狙う、首相撲で相手の足を狙って
膝を打って、相手がサークリングできないように足にダメージを与える、そういう詰め方をしていました。こういったパターンにおいては答えは一つじゃありません。自分の得意な攻撃やパターンによって、詰め方っていうのはいろいろありますが、基本的に大事になってくるのはまず自分が詰めた場合何をするか、どこを攻撃するか、どうすれば有効かっていう部分をあらかじめ考えておきながら詰める。それからいくつか詰めるパターンを設けよう。前足を潰しながら入る、蹴りに対してフックを合わせる、蹴りに対してカットして蹴り返す、蹴りに対して軸足をカットしに行く、蹴りに対してボディにパンチを合わせる、いくつかパターンを持っておくことによって相手は嫌になってきます。相手が嫌がるパターンをいくつか準備をしておいて詰める。そして重心は真ん中に置いてどんなカウンターにも対処できる体勢を作って、進む。これがまず大事になって難しい問題ではありますが、ご参考になればと思います。頑張ってください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。